どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も行かないやっていきたいと思います。今日公式戦で甲子園めっちゃテンション上げてくるやん。めっちゃテンション上げるやん。もうそんな、まあいいよ別に。そうね、テンション上げる、試合前はテンション上げるのそんなに悪くないかもしんない。悪くないっていう風に切り替えていかないとやってらんねえぜ。行きましょう、コミネでいきたいと思います。コミネの場合はやることはもう変わんないのにな。別に鉄平さんここにするだけよ。で3番二郎で、3番ジロちゃんで行くやけよ。みんなのジロちゃん、みんなのジロちゃん、楽しく行きましょう、行きましょう。しゃべし、さあ甲子園大会1回戦でございます。楽しくやっていきましょう。よかったら皆さん、チャンネル登録高評価は後でもいいんですけど、また明日の動画見ていただければと思います。明日の動画見ていただいて、よかったらコメントをですねしていただけると嬉しいです。でもしもなんか気に入ってくれたら、チャンネル登録だったり高評価だったり、あとは何だろう、ベルマークそう、ベルマークよ。通知で見てくれてる人マジで嬉しいね。なんか俺の動画が上がったよっていう通知がいくんでしょ。あれでね、見てもらえたらマジで嬉しいね。俺ちなみにそれホークスチャンネルしかしてないからね。いやー、やってくれたらマジ泣くわ。もうマジそこの画面スクショして送ってくれたら、もう俺感謝感激雨嵐よ。俺の目から嵐が溢れるね。俺の目から嵐が溢れるぜ。おいや、走るね、走る、バカ野郎。なんかあれテンダーだね、点差が荒れてんだ。あ、でもいいね。ここら辺が打ってるのは、なかなか、おっきいわ。コミネは4割、早よ行きなさいよ。お主4割、絶対行けるでしょ。何やねん、いつまで自分の能力持て余してるのよ。4割トップバッターでいいのよ。4割いったらマジかっけえじゃん。てっぺいさんを見習いなさい。てっぺいさんを。4割5分2厘だぞ、もう。斎藤さんだぞ。5割いってほしいな。はい、鉄平さんがアウトになる予想がつきません。レイスイズゴン。今の入るとは思わなかったわ。甲子園の逆風の中持ってっちゃったね。持ってっちゃった。はい、持ってっちゃった。おかわりさん、おかわりさんは3割乗ってんだけど、ホームランの数がちょっと少ないの。あ、でもいい広角。地方だったら入ったな、今の。地方だったらマジ、入ってたわ。惜しい。和田は、センター返し、つけます。そう、魔物縛りしてほしいって言われたから、俺は魔物をできるだけ使わないようにするよ。ただ、育成のため、もうこれは勝ったわっていう試合だったら使わせて。で、こういうさ、例えばもう10点取りましたとかって時って、大体もう、されんやん。多分。だからそういう時は使わせて。行きましょう。引っ張り。引っ張ります。はい。うちの打線は神です。黄金世代だから、黄金ソウルよ、黄金ソウルよ。いいね、もう元気に歌っちゃいます、私。これ超える、取られるんじゃない。あ、抜けた、抜けた。アディショナルタイムスーパーベジベリベジタブル、すごいね。井上大魔神頑張れ、大魔神井上行こう。 OK、 今ね春季キャンプやってんだけど、毎日見てて楽しいね。オフの日以外はもう本当に野球しか見てない。野球、俺ね最近ねツイートしたんだけど、思ったことがあるのよ。野球と音楽があれば俺生きていけるやと思って。すごくない？俺まだ21歳だよ。21歳、リース・イズ・ゴーン。そう、野球と音楽さえあれば俺生きてけんだよね、多分。そうなのよ、そうなの、野球と音楽さえあれば俺生きてけるのよ。十分すぎるぐらいには生きてけるのよ、俺。すごいのよ、マジで。マジで、なんかこの年で一生の趣味を見つけて、この年で一生涯やる仕事を見つけてるから、もう音楽と野球さえ手放さなきゃ俺は生きていけるね。マジでもうそれだけで十分、何も望まない。音楽と野球さえ俺から離れなきゃいいんだっていう、ああ、それでいいんだっていうこと気づいてしまった俺は。行こう井上、アイス
でもみんなもなんかあるんじゃない、野球、でも野球好きな人ってそういう人多い気がする、多分だけど、多分だけどね、単純になんかみんなそういう風なイメージなんかあるじゃん。なんかその俺はこれだけなんかは絶対できるわみたいな、いやまあ俺野球やったしみたいな、なんかそういうなんか一つの趣味を極めるじゃないけど大事だと思う。小峰すげえな、小峰よう打つね、小峰は俺の葉っぱが効いた。こんだけ点差とついたらさ、魔物使ってもよくない、なんかわかるかな。木口行こう、木口少年、これはホームラン打つ流れじゃない、ここまで盛大にフラグ立てて和田に回ってこないっていうオチだと思ったんだけど、松波の守備危う、松波の守備危う、魔物使います、これは魔物使わせてよ、10点ついてるし育成のためよ、 OK、 阿部比って感じの当たり、多分阿部比の強さは多分もうこの俺の実況見てくださってる方があって大体分かってると思うんだよね。なんだかもう例えばさ、みんな筋肉ある？なんか筋ジムとか行ってる人いるじゃん、多分それもね一生の趣味じゃないけど趣味じゃん、だって多分体鍛えてる人ってやめないのよね多分。まあもう俺やっぱ体鍛えるのやめるわっていきなりなる人って少ないと思うのよ、もうそれがルーティンになってるから、まあ、それと一緒よ、俺も俺の中の野球ももうやめることはないと思う、そして音楽ももう一生、もう一生を共にすると決めた中だからね、もう婚約指輪まで持ってるから、音楽とのドラムとのね婚約指輪もう持ってるから俺。でも気持ち悪いと思った人いるでしょ、フュージョン、今フュージョンしとったね、フュージョンしとったね、フュージョンしとったよ。でも最近ね、コナミさんが俺に牙を剥くからね、なもう泣いちゃうよ、疲れたら叩く、オッケー、だこれがダイダマル、あ、言い過ぎ出してくればよかったかな、ダイダマルつけてあげればよかった、この点差らしい、ダイダマ、いいえ、まあでも言い過ぎと高波はね、いい方を使うっていうふうに決めてるから、いいんだ、小峰は、5安打目、いっちゃいましょう、4割6厘、4割6分に12本、ちょっと足りないな、もっと君は打てると思うんだよ、君は逆にもっと打たないといけないのよ、君が打てばもっと世界は平和になるんだ、分かったか小峰、打とうぜ、ナイスだ、いいランだわ、ラーンよ、もうコナンの映画出れるね、鉄平さん打ちたいんじゃない、打ちたい衝動に駆られてるんじゃない、あこれは普通にセーフになるわ、これはエラーじゃないよ、エラーじゃないよ、それエラーはひどいよ、ヒットだよ今のは、さすがにさすがにヒット、さすひ引っ張ります、引っ張ります、ジロー、ジローさっさと3割乗せろ、カットもいいけど3割乗せてくれ、お前は3割いける男なんだ、超える、これは超える、オッケー、素晴らしいヒット、マジ魔物の時の弱点放つことがなくなる。大友もなかなかえぐいよな、大友、大友背中走り行こう、阿部比に任せちゃう、4割は超えてほしいね、常にいった、特大レースイズゴーン、今日はレースイズゴーンがいっぱいでございますね、あらすごいことになってるね、疲れちゃった、疲れちゃったの、ごめんな、これぞ魔物の魔力ってやつよ、根性で投げ切りなさいよ、根性、まあスタメンじゃないとつかないから仕方ないけど、でもこれ魔物で落とすよ、 OK、 もう魔物楽しい、魔物が楽しい、みんな魔物が楽しいよ、エンドラン、エンドランかけまくろ、エンドランかけまーす、エンドランダメかな、いや俺はエンドランかけるよ、信じる、小峰すごいな、今日6出塁してるよ、あーこれは取られるか、まあでもその後ろに鉄平さんが控えてるからね、鉄平さんの力も絶対ある、渡辺なかなかいいピッチングしてくれてるよ、あと泉だけ出せば、出した人いないからね、泉だけ出しましょう、伝令、伝令も使いたい人が高波しかおらん、渡辺行きましょう、ファイト、戦う君の歌を、
戦わない誰かが笑うんだろう。ファイト。どう俺のビブラート。うまく歌うまくない人のやるビブラートほど気持ち悪いものはない。俺の名言です。かっこいいでしょ。俺の名言。おかわりさんいいね。最後の一人になったら、ジローとおかわりさんだけを下ろす。そうすることによって、伝令を使う。で、信頼度を上げる。それが俺の作戦。それだけだね。俺の今入れたことは。でもね、二人ともね、だいぶ、信頼度も上がってきてんだけどね。とか能力もだいぶ高いな。なかなか素晴らしい能力をしよる。ファーストはここを攻めるか。見合いで、最後、セカンド守ってもらいます。で、伝令を使うと。ジローと、おかわりさん。こっちになったけどね。と、外角、行きましょう。外角。切ろう。これはもう、22対2っていう素晴らしいスコアで終わりたい。あざしたー。強豪校のやること、22対2、222。パチンコなんかいいの出そうだね。俺パチンコしたことないけどね。オッケー。じゃあまたみるさん。次回また動画で、お会いいたしましょう。誰かつく？何もつかないんかーい。またね。